吉本が勝ってる意味をまず分かってほしいのよ。全部幸福な循環を作り上げて、ちゃんと評価してブランド化していく。でそれやってなくねって話なんですよ。ロックがバンド組んだ人たちがノルマ制のせいでライブできない、もう誰もバンドできなくなっちゃう。ノルマ制をやめろとは言わないんだけど、まあでもなんかちょっと構造的な問題がやっぱあるなと、うんうん、でこれもうはっきり言いますよ、うん、2つサブカルで、うんうん、サブカルと呼んでいいか分かんないけど、生き残ってるのがあるんですよ、うん、それが、うん、漫画ですよ。まず漫画って例えばワンピースがあります、うん、だからレイさんがもう何回も言ってますけど、すごい売れてる漫画があるおかげで新しいやつが入ってこれる隙間もあるし、栄一郎が支えてんのよ、うん、ジョージさんがいてみたいなことあるわけじゃないですか。ジョージが支えてんのよ。でそれって今、うん、音楽で例えると何かっていうと、例えばそうだな、そのルナシーとか、うん、イエモン最近ねすごい頑張ってますけどとかがライブハウスに出て、で新しいやつもいて中堅もいてっていうのを毎週なんかでやってる。いや先輩が頑張って場所を作ってるっていう、うん、これなんでミュージシャンはそれやってないのかなと思ったら、うん、やってた時期があったと。で90年代や2000年代もやってた。それ何かっていうと歌番組だったと、うん、だあれは確かにね、新しく出てきたアイドルもそう、うん、全部含めてね、うん、なんていうのミュージックステーションもそうだし、うん、いろんな番組があったから、うん、そういう風に毎週毎週その、うん、あ今こういうのが流行ってんのね、うん、とかっていうのがあったから、うん、楽しめたけど、うん、それがどんどんなくなっていったっていうのが大きいなっていうのがあって、うん、フェスが残ってるの？フェスは結局、うん、地方にブワーって拡散していっぱいあるんだけど、うん、音楽好きしかもう行かない。もう一個生き残ったというか勝ち残ったというか、うん、それがお笑いですよ、うん、お笑いだけがほぼ独り勝ちしちゃったというか、うん、同じように劇場とかね、うん、今回ね俺めちゃめちゃ考えたんですよ。この構造的問題がやっぱあると、うん、まあ、こういうことなんですよ。なんでお笑いはネットを経てさらに YouTube 全盛期になってもちゃんと生き残ってると、吉本興業のおかげなんですよ。またそういう話。吉本興業のマジでこれはおかげなんです、うん、でこれは確かにその吉本のそのやり方って結構ブラックなところもグレーなところもあるし、うん、ね、なんかいろいろ問題や社会とかねいろいろ言われてますけれども、うん、何をしたかっていうのをちょっと今回考えてみたんですよ、うん、こういうことなんですね。お笑い構造改革、うん、NSC の設立から始まってます、うん、これはダウンタウンが1期生ですね、うんうん、ニュースター、なんだっけクリエーションかな、うん、略して新人を発掘しようというのがありますと、うん、でその次に M1 という登竜門を作るんですよ、うん、これ若手10年目、最初はね10年目、今は15年目のキャリアなんですけど、だからもうほとんどベテラン、売れてる人もエントリーするんだけど、まあね、ちゃんと評価してブランド化していく、うん、これをもう M1 優勝、 M1 の決勝に行った、 M1 の何回戦にまで上ったっていうこと自体がもう評価の対象になって、それでこれ漫画でやったらいいかもね。これだから M1 を漫画版にしちゃっても、あ漫画版ってあるんだもんな、うん、あるよ。小学館、いやでもジャンプがずっとやってんですよ。漫画雑誌はみんなこれやってます。で、その次は工業事業テレビ局とかの癒着ですよね、うん、だからもう吉本芸人ばっかりとか、これは公財の財の方で、ね、財の方でもあるんだけれども、うん、この資金と仕事の確保をやっぱやるんですよ、まあ、問題はありますけどね、ロビー活動がすごいから、まあ問題はありますけどね、うん、で地方営業の充実、これだからもう地方のそのショッピングモールだとかスーパー銭湯だとかいろんなところに、だからどんだけ若手をね、NSC でね育てて、でも仕事がないとあれじゃん。でも仕事めっちゃ取ってくると、テレビには出せないような芸人とかちょっとテレビに出てちょっと有名になった人を地方のいろんなところに営業を回らして、どん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 この認知度を上げていくというか、活性化していくというか、うん、で最後がやっぱこれなんですよ、劇場の多数展開なんですよ、まあ、これめちゃくちゃ今吉本の劇場があるんですよ。ナンバーグランド花月から始まってね、うん、なんかもう沼津にもありますからね今、なぜか沼津にあったりとか、大宮だとか神保町だとか、でそれもなんかそれぞれちょっと色を変えてるらしいんですよ、うん、神保町がなんか一番若手で、最初に配属されるというか、うん、とこでルミネかな、無限大ホールだとか、まあ、そこが結構花形、東京でいうと、うんうん、そんでそういうところからちょっと外れてしまった芸人が大宮に、うん、みたいな、そういう関係性があるらしくて、福岡にもあるしね、うん、札幌にもあるのかな、うん、まあそのいろんな地方にちゃんとあって、要はどんだけ新しい人をね育て上げても、その出すところがないとっていう、その全部幸福な循環を作り上げてるっていうところがすごいなというのと、もう一個はアメトークをはじめとする、うん、芸人のバラエティ番組が全盛期になった、うん、これが2000年代以降かな、うん、何が消えたか、歌番組が消えました、うん、
だけどお笑いのそういうお笑い芸人のお笑いによる、うん、その内輪ネタ、うんっていうのがめっちゃ増えたと、うん、これどういうことかっていうとこういうことをやってるんですよ。親愛なる隣人化お前いいように言うな皆さん今一番俺大事なこと言います。いいこれから何かあの売れたい人に一番売れるために何をしなければいけないこれです。親愛なる隣人化をしないと売れません、はいはい、これは本当になぜ綿鬼が面白いのか、うん、だって全部わかるからこの人たちの人となりとかが、うん、でそれをちょっと距離感遠くから見てると、でこれが一番面白いんですよ。その中に入っちゃうと面倒くさいんですよ、うん、だけどなんか他人でもないかといって家族でもない、うん、友達というにも何とも言えない距離でも憧れもあるしバカにもできるしでもそのリスペクトもちゃんとあってとかっていう、うん、こういうのをちゃんとやってるという。でこれをもう M1 もそうだしアメトークもそうだしお笑い向上委員会とかも全部そうなんだけど、うん、地上波でね、うん、地上波でとにかくもうこういうことずっとこの10年20年やってきたんですよ、うん、お笑い界はね、うんうん、そうするともう CM もニュースもなんだテレビではなそうテレビもそうでも地方営業もそうですよ、うんまあ、テレビではないやだから結局ねみんなの、うん分かりやすいところにちゃんといつもいる、うん、で若いやつが入ってきて大御所がなんか喧嘩してとか全部がショーとしてリアルタイムドキュメントですよね。でこれだから裏を返せばねどういうことかっていうと、うん、なんで音楽があんなに90年代流行ったのか、うん、2000年代にかけて、うんうん、こういうことなんですよ。タカさんと中居くんとダウンタウンのおかげなんですよ。助けてくれいやこれみんなテレビ嫌いな人はみんなが見てるのはネットだぞテレビ嫌いな人はこれ地上波でやってくれですよ。90年代にあんだけ CD が売れたのはもう絶対にこの2つの番組のおかげなんですよ。そりゃそうでしょう。昔はこんなじゃなかったもん王様だったわけでしょ若者もテレビ見てたしアーティストがそれを裸だっていう人たちが出てきて、うん、それでみんなとの距離をギュッて縮めたんですよ。そう、ね、A ちゃんだろうが長渕だろうが氷室京介だろうがもうバンバンヒロトだろうが、うん、その普段何してはるんですかとか、うん、なんかもうアイドルだったらバチンって叩くし、うんうん、もうそういうことをずっとやってきたことによってみんなのものにしていったんですね、うん、でこれが結局親愛なる隣人化、うん、さっき言ったこれね、うん、その親愛なる隣人化を自然とやっとったわけです、うんうん、でこれがどんどんなくなってってで、うん、このやり方して売れた人たち誰かっていうと、うんうんうん、YouTuber なんですよ。そうでしょ。でさらにその1個前に、うん、あのどうでしょうなんですよ、うんうん何をやってるかそれはもちろん大事なんですよ、うんうん、音楽でもお笑いでも、うんうん、それのクオリティはまずありきな上でね、うん、ありきな上でどれぐらいその人たちとその視聴者とかファンの距離を、うんうん、まあそれはそうだ、ねうん、いやもちろんねその遠いからこそそのブランド化できるっていうか、うん、そういうカリスマみたいな売り方もあるけど、うん、もうポップに売るならもうそういうことなんですよ。だから結局トークスキルとかが必要になってくるんですよこの時代になると。だからそういうのができない人たちはやっぱ売れなくなっていったっていうか、うんうん、いやもちろん別にそれはそれでいいんだけどね、うん、今その一番そのメジャーっていうことをこの人は何を言ってるんだろうかって言われていやこれめっちゃ大事なことなんだって、うん、じゃあもうここまで言ってそんなねレイさんじゃないんだよ俺、うん、ちゃんとあの解決策も何がお前軽くディスんのやめろよお前ね、お前らねどうでもいいぜって言ってっけど、うん、そういう態度がロックとか演劇とか潰してきたんだってああそうですか。これだからずっと言ってたじゃん、うん、2年ぐらい前からスポーツに駆逐されるぞと、うん、これね結局ねこの親愛なる隣人化もそうなんだけど、うん、この吉本がやってきたことって、うん、新助松本磯氏が仕掛けたことっていうのは、うん、お笑いのスポーツ化をまずやったんですよ、うん、M1 で、うん、それによって評価を、うん、価値っていうものをしっかり、うん、あの軸を作ったと、うん、でそれに対してどれぐらい離れてるかっていうのも価値になるんですよ、うん、まあそれはそうだそう本格があるから一角、うん、一角がある、うん、これはもう本当にそうなんですよ。で、うん、音楽はそれやらなかったんですよ。スポーツ化をしなかったんですよ、うん、でもやってたんですよ90年代は。やってたね。その、うん、ランキングっていう、うん、そのオリコンランキング進行みたいなのがあって、うん、でかつそれをタカさんと中居君とダウンタウンが俺たちのものにしてくれてたんですよ、うん、本当40代だなお前これは本当にさ、だって俺今 の, みんな元気かい例えばそ今ヒゲダンとかそのキングヌーとかさ、うん、だって全然興味ないもん。なんで興味ないかっていうとおもろくなさそうやから喋りがなさそうで、それが分からへんのよ。でも歌番見てたらこれおもろいなこいつ。歌番でなんでなくなっちゃったの。いや人気ないからですよ。なんで人気なくなったの。だからみんな、うん、お笑いの方が面白いって気づいたんですよ、うん、
そうなの？だからこれやばいんですよ、うん、お笑いって都市空間でできるんですよ、音楽は無理なんですよ、特にロックは。そうか、でパーって出ていってできますか？できんじゃない、今だったら。これだ、聞いてくださいよ。え、そうじゃなくてさ、プール行ったね前から何が始まった、なんか見たことある通るな、おった石川拓木やったんですよ何それ、こんな嘘言うと思いません。こっち裏ピンクさんか、これ漫談なんですよ。あ、そうなんですか。これいきなり俺できるんですよ、別に。なんでコピーしてんだよ、芸風似てるから皆さん聞いてください、見すぎだろお前ちょっとテレビ。だから結局ね、別に俺ここでねアカペラでなんか歌いますよ、うん、歌えるけど、うん、それよりおもろい方がやっぱおもろいんですよ、つまりね、うん、そのね、うん、楽器持ってノルマを払って、うん、そんで練習してスタジオ代も払ってバイトしてってやって、うん、お客さん数人に対してこの吉本のこの、 あの劇場がいっぱいあります、とりあえず何でもいい、太田プロとかどこでもいいんだけど、まず養成所とか行ってそれで出ます、で劇場に、吉本だけはではないけど、吉本はめっちゃ劇場があるから、お笑いちょっと面白いことやりてえな、何でもいいと。だつまり30年前40年前楽器とかを持ってる、なんかうわーってやろうとしてたようなマインドとかスピリットを持つような若者が、うん、みんなお笑いに吸収されていってるんですよ。で小倉さん、はい、オープニング曲選手権、まあ6回やってますけど、うん、やってんじゃないですか。うちはやってますよ、だって俺がそう、いやそうしたいから、スポーツ化したい、だからいいじゃん。いや違う、俺は日本を、うんなんだ日本を、おいなんだお前、何をしょってんだ日本だって、ロックから生まれてるからさロックから生まれてるんだって、ロックがこのまま、このままこの漂いと沈まずみたいな状況嫌なのよ。なるほどな、まあ、ライブハウスのノルマ問題、それをどう解決するかを、そういうことか、なるほどな。だからみんなミクロでしか話してないのよ、うん、これ構造的な問題なの。吉本が勝ってる意味をまず分かってほしいのよ、うん、これをやらないとダメなのよ、同じようなことをね。でも俺のとは違うないや全部潰しては申し訳ないけどさ、俺はでもさ、そのネットの中に俺はテレビに対するすごい不信感があるんだよな、うん、だから結局デキレースじゃねえか茶番じゃないかっていうのはさ、やっぱ拭えないところがあってさ、あるあるある、トークに関してもさ同じこと喋ってんなって思うわけ、うん、ありがたいことに俺たちの世代になったねとかさ、なんかあの頃が大変だったねとかさ、あの先輩の前でこんなこと言っちゃってとか、大体定番の話、まあ、要はお前が言ってるその隣人の話を綿鬼的に見てる感じっていうのかな、うん、なんか俺はいらないかな。しかもそれはどっかさ、まあこれも誤解を受けるかもしれないけどさ、そう既得権益の匂いするわけだよ。だから大きなものに逆らわない人たちの村っていうところがあって、うん、でそこから弾かれてた人たちも見てるからさ、うん、うーんっていうのはあるわけで、大きなものに中央集権的なピラミッドに入ることしかない感じっていうのが苦しいなって思っちゃう。そのピラミッドに入れない奴ら、うん、入れない奴らの村ができるんです、できてるんですよ。オードリーさんとかさ、あと爆笑問題とかさ、うん、ああいうさ、その吉本じゃない人たちが持ってるさ、うん、その一つの村とかクラスターっていうのがあってさ、うん、それは対吉本で成立している物理関係で盛り上がってる部分はあるかなとは思うけどね、うん、とは思いますよ、うん、ただ気に入らないものは出られなくなる感じっていうのはすごくテレビに感じてて、うん、誰か決定権みたいなものを持っている人がいて、そこにちょっとでも逆らうとこの村には存在できなくなるよみたいな、まあ、YouTube だってあると思うけど、うん、でもまだ YouTube の方が素人が入りやすいっていうか、フェアな気がするんだよ、うん、なんか政治的な忖度がなくて本当に面白いもの、そう考えると、うん、音楽で YouTuber である程度の結果出した人が、うん、いよいよ本物見れますよっていう順番でライブハウスっていうことになっていくような気がする、うん、だから結局、うん、そのアイドルしか2000年代以降その箱をパンパンに埋めれる地下なんて なかったわけでしょ、うんうん、乱暴だけどねそれ言っちゃうとね、でもアイドルは強かった。いや例えばさ、でもさ、そのグループ YouTuber があるじゃん、グループ YouTuber がバンド組みました、うん、ってなって、その物語をずっと見てたとするじゃんか、うん、そしたらその人たちがいよいよあんな下手くそだったバンドが、うん、いよいよライブハウスに出るぜ、うん、ってなった時に、うん、これはお客さんがお金払ってでも生で見たいってことになって、ようやくその成立するんやん。それは やってると思いますみんな、うん、俺はライブハウスのノルマ性問題で、ノルマ性の問題だとさ、うん、多分さ全く無名な人ということになっちゃうんじゃない。そっちはもう資本主義入ってるんですよ、う
だから事務所もあって YouTuber っていうのはカウンターとして出てきてるんですよ、うんうん、だからこっち側がガーッと来て、うん、でじゃあテレビは滅んだかっていうと滅んでないと。で俺は別にテレビをめっちゃ擁護してる風に見えるけど、うん、別にどっちも あるんですよ。でそこから弾かれてしまってるロック畑のこれからロックをやろうとかっこいいなと思ってやろうとするんだけど、その全然にちもちもいかなくなる。だってこれって、まあ、俺の世代ですらもうあのロックのやれなくなってやめたやつなんかいっぱいいるし、うん、もうちょっとメダルデビューしたらまあ何万枚か売れてそこそこなってっていうような時代からもうどんどんロックというものがさ落ちていくのをずっとマリーズと一緒に体験してるわけですよ、うん、そうね、うん、吉本というかその松本人志も島田紳助もなんなら別に太田光もそうだしさんまさんもそう、後に続く若手たちをどういうふうに育てていくか発掘していくかっていうのをもうやっってきてるわけですよ。でそれやってなくねって話なんですよ、ロックが、まあ、でもロックってそんなもんじゃないよねっていう、うん、そう、そこがね、うん、あれなんだけど、でもそんなもんなんですよ。え？育てないと、見つけて育ててチャンスをあげないとどうすんのって話。じゃあ新しくそのお芝居とかロックとかやりたいって思うようなそのシーンをあの継続してね繋げていけるような運動をしてきたかっていう話なんですよ。それはお前の言ってる通りで、それダメだったなと思う。ただなんか最近ね、若手のね10代のバンドで、あのバンドブームの時のバカバンドみたいなの出てきてんだよね結構、うん、だから死んでねえなっていうか、むしろいやそれトレンドだから一周して何周もして、いやだからさ、みんなお笑いの方に行ってはいないなって思ってる。だから若者たちでみんなロックやってた連中が見えないところにいる感じはすごくする。でもそれがじゃあ10年、うん、20年やっていけますかっていう話になってる。それはそれを言ったらあらゆることが不透明だよ。違う違う、うん、でもそれを守って、そのシーンを守ってあげるのは先輩の役目じゃないですか、まあ、それはだからね、うん、俺はそのレイさんもそうだしジョージさんもそうだし、うん、そのやっぱり漫画ってその幸福な循環がやっぱあるんですよ、うん、それがあったからどんどん実験的なこともできたしっていうのがすごい回ってたし、うん、親愛なる隣人化っていう意味でもう毎週あったから、うんうん、そうね、キャラクターがもう友達になれたんですよ。バキでも何でもそうだけど、うんうんうん、そういうのをずっと繰り返してるから俺たちのここもうそれに憧れて漫画家になりたいですとか、うんうん、いろんな人が出てきてると、うんうん、でもこれがお笑いはやったんですよ。だから今イニシアチブを取ってるんですよ。今俺テレビ見ないからな。この温度差はさ、うん、君らはテレビと暮らしてんだよ。だって君はさ家着いたらテレビつけるじゃん。つける。俺絶対つけないもん。もう俺テレビほぼ完全に見なくなった、うん、だからつまりさ今のその若者たちでタレント知らないっていうテレビのタレント知らなくなってるっていうかさ、うんうん、これは相当な分断だと思う。相当な分断ですよ、ね、うん、で相当な分断の向こう側にお笑いは豊かだっていう世界があるだよ。で、うん、お前の知らない VTuber たちの世界で、まあ、二次三次対ホロライブみたいなことやってるわけだよ、うん、だからこの境界をどうするかっていうことでヤンさんは頑張っていこうっていう話です。だからそのそっち側の村は村でさメジャーがあるわけじゃないですか、うん、それはいいんですって、うん、そのネットの中でいくらでもその盛り上がってくれればいいんですよ、うん、でに対してこの産業構造の話をしてるんですよ、うん、見る見ないじゃないんですよ、うんうん、これで実際にあのむっちゃお笑い芸人が増えて、うん、それでこれままねずっといくかってそんなの分かんないよ、分かんないけど、うん、現時点では生き残ってるんですよ、うん、文化としてね、うん、でこれだからビジュアル系と音楽で言うとね、うん、だからその系譜がしっかりある、うん、あの個性的なことだけを目指した、やつらっていうのは、うん、やっぱりね折れるんですよどっかで、うん、消えていくんですよ、うんうん、に対して先輩後輩が、まあ、いい意味でも悪い意味でもがっちりあってヒエラルキーがあって、うんうん、でヨシキなりヒムロックなりその頂点としたさ、あ、それが V 系のね、でそれは音楽でそこだけがなんとなく体系化されてて、でそれは、うん、わでそのもう一個がジャニーズだったんですよ、ね、うん、男で言うと、うん、ジャニーズのアイドルがあってその一番上に東とかがいてさ、少年隊がいて、でその次にどんどん出てきて、昔はニューミュージックもあったんだけどね、でスマスマと嵐がバラエティをやり始めたことによって、うん、もう親愛なる隣人化の完成ですよ。だからそういう風にして囲い込んでいったんですよ、みんなの友達になっていったんですよ。